カマキリ人間カマキリのような人間のようなヒューマノイド昆虫型人間人間型昆虫そんな物体に出会った人々のお話があります時は,は2016年9月27日リッキーという名前の男性がカリフォルニア州 シエラネバダ山脈の南に位置するセコイア国立公園にいました。家族でキャンプをしていたんです。雄大な木々が異世界のような雰囲気を醸し出していたと言われています。夜の9時頃、家族は寝静まりました。リッキーは一人で起きていたんですね。焚き火をしてゆっくりとしていました。その物体は木々の間から現れたのではなく、なんと、 木の上からポトって落ちてきたような感覚があったというんですね。そして巨大なんです。2メートルぐらいはあったとリッキーは話してますが、完全にカマキリなんだけど人間のようだったって言うんですね。で怖くなって叫び声を上げ、眠っている家族を一人一人起こしました。眠っていては逃げられないと思ったんですね。捕まって大変な目に遭ってしまったら大変だということなんですが、急に消えたんです。そのカマキリ人間が。 だから、みんなに一生懸命話しても誰も信じてくれませんでした。リッキーはそれでも自分が見た恐怖から懐中電灯を持って一人パトロールを始めたんです。これはトーキーが描いたカマキリ人間です。帽子をかぶせてみました。こういうのが突然2メートルの大きさで現れたら心臓が止まりそうになるぐらい驚きますね。そしてリッキーは一生懸命にこう周りをパトロールしていたんですね。たった一人で。 この生き物は何だったのかと。この森に存在するのかと。本当に怖かったと言っています。ところが見つけることはできませんでした。実はポーランドでも似たような目撃があります。アメリカではないんですが、ポーランドの人里離れた、まあ、誰もいないようなところでキャンプに来ていた家族が、女の子が一人、えー、お散歩してたんですね。で、遠くからお父さんが、 早くこっちに帰ってきなさいって言った時に分かったと言ってお父さんの元に戻ろうとした時に近くの草むらに人が一人しゃがんでいるのが見えたんですね。で、女の子は誰もいないと思ってたからびっくりしたんですけれどももしかして気分でも悪いのかなと思って気になってその人に近づいてったんです。でもうそうですね5メートルぐらいまで近づいたと彼女は言ってますけれども ところが、近づけば近づくほど、それが人間ではないことに気づいたっていうんですね。彼女の表現によれば、それは人型の昆虫のようなもので、身長は1メートル60センチぐらい、自分ぐらいって言ってるんですね。彼女は、えっと、高校生ぐらいの女の子で、自分も160センチあるけれども、そのぐらいだったって言ってます。その人物が立ち上がってるんですよね。すると、手足は非常に長くて細く、 色は全体的にグレーかベージュのような感じで、昆虫によく似た大きな黒い目と、そして細くて脆い感じの羽まで持ってたって言うんですね。なんだか人間のように見えるんだけれども、背中からしか見てないそうです。薄いんだけども、よく見たら羽のようなものが生えてたって言っています。カナダのオンタリオでも同じような目撃があります。1968年当時、まだ小さかった少年が、とても暑い夜に、 今夏だったらしいんですが、当時はまだエアコンも普及しておらず、その部屋には自分とお兄さんと妹がいたと。で、あまりにも暑くて寝苦しくて、窓を開けて外を見たときに、変な生き物があると。光沢のある黒い肌をした小さな細い生き物がいて、それは小さな女の子のように見えたと。 で、同時にその女の子のようなものがこちらを見ていることが分かったんですが、よく見たら昆虫のように見えたと。で、その昆虫のような女の子は足をかがめて片手を地面につけて前かがみになり、その少年を見ていたっていうんですね。で、頭の両側からピンとアンテナのようなものが出ていて、そしてお尻からは針のようなものが出ていたと。蜂型の女の子だったんでしょうか。 でも手のひらに乗るぐらい小さくって、でも顔だけは人間の女の子だけれども、全体的に昆虫だったと言っています。それで翌朝お母さんにそれを話したところ、夢でも見たんでしょうと言われたそうです。アンテナのようなものが頭から2つ出ていて、お尻からはトゲが出ていた、針が出ていたっていうので蜂かなと思いましてこれを書いてみました。蜂型の小さな女の子。まあ、こういったものを見てしまったと言ってるんですね。 2016年4月、キプロスという国で、まあ、見かけたそのような奇妙な昆虫型。このお話も不思議なんですけれども、そのキプロスで友人2人と私はご飯を食べてジュースを飲んでいたと。で、夜空を見上げていたんですね。友人の1人はお酒を飲もうと言って、家の中に入って冷蔵庫からお酒を取ってくると言っていなくなってたんですが、 友人のもう一人とこの方は外にそのまま座ってたんですね。で、夜空を見上げていると、すごく明るい星があると友人が指さしたんです。きっと水星か何かだろうと言ってたんですね。ところがその星だと思った明るいものが、どんどん下に下がってきて、やがて彼らの庭にある大きな木の上にまで来たんですね。で、びっくりして二人とも麻痺したように動けなくなっていたそうです。 そのまま動けないんですね。逃げたいんだけれども動けない。すごくショックを受けていました。で、全く音を発していなかったそうです。で、そして奇妙なことに、そこから何かが現れたっていうんですね。その三角形の UFO だったっていうんですけれども、その中からなんとアリのような頭とワニのような皮膚を持った人型の何かが出てきたっていうんですね。 そしてそれは手に何やら小さな機械を持ってそれを天高く掲げていたそうです。で、こちらに見向きもせずにくるっと U ターンして森へ向かってすごいスピードで走っていき、それと同時に UFO も消えていったっていうんです。何時間かするとようやく麻痺も取れて動けるようになったそうです。家の中にお酒を取りに行った人も実は動けなくなっていたそうです。家の中で。怖いですね。 2017年8月16日には、アメリカ・イリノイ州で男性が変な昆虫型の人間を見ています。彼は仕事が遅くなり、もう午前1時に帰宅しました。窓を見ると、何かがこちらを振り向いてると。よーく見たら、ハエのような人間のような変なものだったっていうんですね。ところが彼はあんまり怖さを感じなかった。恐怖は感じなかったんですが、ピンポンとその時玄関を、 鳴らされたんですよ、ビリンをピンポーンと。で、ものすごく田舎で、あんまり人も住んでいないので、夜中にこう玄関の音が鳴るっていうことは、誰かが助けを求めているか、その変な人が押し入ってくるかなんですよね。ですから彼はピストルを持って開けました。チラッと開けて、中に入らないように。ところが誰もいなかったそうです。 もし昆虫のものが、まあ、人間の大きさですけれども小さくなったり大きくなったりできるとしたら人間のような形になってピンポンと押した後昆虫に戻っていなくなるとかですねいたずらをされたのかなとこの男性は話しています次はアメリカシカゴでの目撃です男性が友人の家で眠っていましたすると押しつぶされたような圧迫感があり目を開けるとなんと 黒と紫のマントのようなものを着た大きなカマキリのような身長1メートル50センチぐらいの人型の物体がすぐそばに迫っていたっていうんですね。さらにその尖った手で男性の肩に触れようとしたところで彼は意識を失ったそうです。目覚めた時にはその生き物は消えていたそうです。とっても怖いんですけれども、さらに同じシカゴでもある種空飛ぶ昆虫型ヒューマノイドを見た という目撃者がいるんですね。家の外でタバコを吸っていた時に、ふと見上げると、翼のあるヒューマノイドが、タワーの上に不気味にしゃがみ込んでいたっていうんですねもう。映画を見ているようだったっていうんです。そしてその生き物は動いて翼を広げ、ビルから飛び降りて、さらに空に向かって飛んでいったっていうんですね。だからその、彼はすごく映画好きで知られた人物だったので、 こうなんて言うんですかね、空想が思わずこう現実のように見えてしまったんではないかと言われておりますが、彼は実際にいたんだと強く言っています。次はアメリカ・ワシントン州1948年の出来事です。1948年ですから第二次世界大戦が終わってまだ3年目です。その時若い女性が自分のアパートの地下室で洗濯をしようと思っていたんですね。 まだ各家庭に一台ずつ洗濯機があるわけでもなく、アパートは特に地下室でみんなで共同で使うような状況だったそうです。まあ、その地下室は薄暗く、常に床が水で濡れていました。近くに海に通じる通路があり、海の水が漏れていると言われていました。でジメジメして暗いんですけれども、彼女はもう慣れていたんですね。何年もそこに住んでおり、 もうその地下室での仕事も慣れていました。ところがこの日はなんだか嫌な予感がしたそうです。すごく嫌な感じがして、あまりの気持ち悪さに彼女はつい後ろを振り返ったんです。 すると、オレンジ色の大きな物体に小さな雲のような細い足、頭には触角がついていて、前後に動く変な生き物がいたっていうんですね。身長が彼女ぐらいあったって、彼女は160センチぐらいあったとおっしゃってたそうなので、そのぐらい大きな生き物が、それがですね、エビのように見えたと。彼女は昆虫というより、エビ人間、エビに見えたっていうんですね。それを見た途端も、彼女は気が動転して、 キャーって叫んでそのまんま地下室を飛び出し、なんとそのまんまカバンに自分のものを詰め込んで実家に帰ったそうです。もうアパートにいられないと思ったんですね。そんなに持ち物もなかったのですぐにパッキングしてそのまま帰ったって言ってるんですが、それから何年も夜はこのエビ人間が出てくる悪夢にさいなまれたそうです。こういったよくわからない生き物の報告っていうのも世界中ではよくあるそうなんですね。 昆虫のような人間、本当にいるんでしょうか皆様は今回のお話、どう思いましたか今回は、ヒューマノイド型昆虫人間。なん、何と言っていいのかがわからない。そういった生き物について、お話ししてみました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。